単語、出題形式、はい、で文法をパート2。Hello there. 始まりました。はい、こんにちは。水関東と申します。はい、かぶせが。はい、こんにちは。水関東と申します。で、ですね、はい、カンタロウさん。はい、こんにちは。うん、もう何度か。そうですね。やってただ今回ちょっと趣が違うそうで。そうですね。なんか騙されてきたような感じがしないではないんですけど。いやー、なんとですね、カンタロウさんですね、トイックに挑戦するということで。ね、すげえ嫌なんだけど。すげえ嫌なんだけど。英語嫌いなんだけど。いやそれでもですね、なんかやってくれるっていう、ね、はい、いやもうせっかくこんなね超一流講師の方に個別にレクチャーしてもらえるなんてこんな滅多にない機会で、もうね受験生だったらもう羨ましがるような存在なんで、もうありがたくやらせていただきます。あ、じゃあまず目標点ね、だから900点プロジェクトさんでしょ。900点でもほらやっぱり呼び乗りの匠さん920取ったとか、ね、あんなちっちゃいやつと勝負どうするんだで、ね、小橋が、小橋さんも900いくつか取ってますよね。 あんな単なる円円の円にひげが生えてただけです。円にひげが生えて、すげえ言い方絶対使ってやろうとかでと勝負しようってか、まあやっていくとか。俺は目標は君だよ。俺満点、うん、満点、うん、まあ、それは無理だ。私今のでね900点取れれば、うん、その昔の小芭蕉さんや匠さんが取った時より難しいトイックですから、うん、じゃあ勝ったと。そうそうそう、勝ったというね、同じ点だったら、はいはい、あの円2人円2人まあうちはもうあのビジョン君っていうですね、はい、トイック800点プロジェクトっていうのやったんですよ。なんかそれ知らないんかい。見えちゃったビジョン。え、そうそうそう、その名前のビジョン君ですけど、うん、200、さっきそうそう260点から700。え、ビジョン君って人間ですか。人間です、人間。人間？人間です。そこのその本当なのかボケなのか、いや俺の知らない。分かってんのかな。いや分かんない。ビジョン君っていう人がいるの。そうそう、人がいて、うん、でビジョン君もやったんです。あ、それチャンネルでやったんですか。そうそうそう、全然見てなくて。てくどうせなんか俺のチャンネルで見たいでしょ。え時々見て、あのあれじゃない時ですね、数学の解説じゃない時、うん、ない時で、ちょうど、で、彼ってどんな人なんですか。彼、元ホスト。え、あ、元ホスト、元アイドル、元ホスト。あ、で、今さっきね、ちょうどそう、カンタロウさんのプロジェクト始まるんで貸してた参考書を、プロジェクトなんですね。そう、貸してた参考書返してくれって言って、ええ、持ってきたんです。あ、今日持って帰るのこれ。そうですね、これこんだけ、こんだけ参考書が入ってる。いや、黒猫さんかなんか運んでくれるんじゃない。こんだけ、こんなに、これいいの見せてる。これ全然大丈夫。え、これだけ、え、トイカー、じゃこれ韓国のあれね。で、鈴木貫太郎さんもチャレンジします。でね、チャレンジするけど、はい、いい、君の大事なところは、君と言っちゃった、すみません。君の大事なところ、これだけあるとね、まず途方に暮れるわけじゃん。そうそうそう、ね、ね、じゃあまず何からやるかとか、そういった指針をね、そう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 、示してくれなくちゃ。そうそう、それのために動画出したんですけど見てない、ね、あ、お互いサバチャレか見てないのは。ピョン君は何点とかってもう出たんですか。基礎表じゃないけど、元根はいくつだったんですか。え、元は最初のっていうか、まあ最初どれぐらいのレベルか。260だから本当全然できないレベルです。全然できないレベルから相当できるレベルまで上げたんで。で、俺がいきなり受けたら今何点ぐらいかっていうのはさっき聞いたけど、うん、どれぐらいの予想なんですか。600点ぐらい。いや、600いくかいかないかと思ってますけどね、そのリスニング力がちょっと未知数なんでね。リスニング力ダメなんですよ、そこがちょっとわからないんで、うん、あの俺ジャパニーズイングリッシュしか聞き取れないんでね。あのフルエントリーなイングリッシュはね、ちょっと苦手なんですよね。ちょっとどうなるのか、耳がちょっと老化現象なんで。で、ね、リスニングの4じゃダメです。リスニングなの4じゃ。あ、はい、なにデザートってカラって意味なんだ。デザート、そうそうそう、砂漠、そう、砂漠っていうのはそれ多分人がいないところだから、人がいないからだ。デザート、砂がいっぱいじゃん。デザートっていうのは放棄するっていう意味で、捨てる、放棄された場所。なるほど。だから無人島のことをデザーティッドアイランド、放棄されたアイランドって言ったり、デザートアイランド。砂漠の島じゃない。砂漠の島じゃない。デザートアイランドは無人島。はい、で、
じゃあ、で今とりあえずそうですね、勘太郎さんにこれをやってもらってますので、はい、単語それね、600個ちゃんと全部やってくる予定だったんだけど、はい、怠けてる、おい、もう怠けてる、早い、200個しか、早いよ、200個ちょっと待って、それ動画に出てた範囲しかいや、あの後ちゃんと50個もやった、なるほど、でまだそのちょっと単語これちゃんとやります、はい、もうこれもう来週中に終わらせます、お、はい、ちゃんと単語終わらせて、うん、これは見出し語は結構簡単で、途中こっち側の例文にね、あの、あ、なんだこんな意味知らねえっていうのが時々あったんで、でも大体のまあ8割ぐらいはね、多分見出し語は8割以上は分かるんで、はい、多分大丈夫です、大丈夫ですか、ね、うち練習問題もやんなきゃいけないね、うちそのチェックテストの、ね、解説も出してますから、大木先生って人はちゃんと参考にしてください、はい、うん、でこれ森田哲也先生、そうそうそう、私ですよ、これだいぶ持ってない、いやこれ、いや持ってないっていうか、これはなんか若かりし頃だね、いや違う違います、全然若かりし頃じゃないです、これずっと七三分けにされてて、やだやだしょうがなかった、はい、七三にして、でだからこの公式問題集っていうのがあるので、でこれの5、高いですけど買ってもらってですね、え、俺はそう、これ1だけど5、これ1はあげますもん、はい、5？ そう、5、5、5、くれないの、持ってないです、ここに。そうなの、ここに置いてないです、ここに。その 5が一番新しいやつなんで、これテスト1なんで、うん、これ1なんで、うん、一番新しいやつが一番近いので、うん、それで、まず2時間やってもらって、で、どれだけ取れたかっていうので、あ、そうか、2時間、1個受けるだけで2時間かかるのね。そう、そうです。知って知らんねえよ。そこで、まず私は知りますから、ね、はい、実力を。はい。で、そんな中で、これが文法側ですね、文法。パターンを覚えてもらう、を覚えるってやつです。で、出題形式を覚えるのがこれですね。はい、私の右もし。トリプル点で、それぞれの、まあ多分まだ最初は難しいと思います。かなり。はい、これだからビジョン、やったビジョン君がやったやつ。ビジョン君やった。ビジョン君がやったやつだ。はい、で、ビジョン君は200点からどれだけの期間で700点までいったんですか。5ヶ月。5ヶ月。5ヶ月ぐらいで。じゃあ俺もそんな長い間こう付き合ってからいけないな。いやだね、いや、もっと大変だと思いますよ、900だったら、もっと長いと思う、え、そうなの、もう1年以上見越してますよ、もう、本当に、はい、で、あとはパート1、2特急っていうところがあるので、じゃあさ、その前にじゃあさ、俺、英語できるんだったら何ができるのかな、どの程度まで英語で数学の授業できるかな、ああ、大変だと思うんですよね、古賀さんとかやってますよね。うん、息子さんもやって、うん、息子に任しちゃうしかないね、この間これでもね、だって息子さんの答えをね、英作文で、あ、そうね、写し間違えてた、ね、写し間違え、絶対写し間違えてるって言ってるんですよ、あれカットしましたけど、これ、うん、おかしくないですか、オブ入ってないですけどって言ったら、ね、息子さんに怒られてすいません写すことすらできない人間で、ね、オブ入ってねえじゃねえかって言って怒られてました、はい、はい、なんでそのあたりをやってまいります、パート1、特に2っていうのが難しいので、はい、パート2をと、なので、まあ、単語をもうやってもらって、はい、単語、出題形式、はい、で文法をパート2、じゃあ今日はとりあえず この4冊持って帰ればいいですね、そうです、これらを この4冊ね、はい、これ以上もらうともできなくなったからね、はい、で、これをじゃあどれぐらいまでにやればいいのかな、でただこれは5を手に入れてほしいです、どちらかというと1よりも、はい、どこに売ってるんだよ、どこにでも売ってますよ、超ベストセラーですから、アマゾンもずっと1位ですよ、いくらすんの、3000、高えなよこせよいやいや、1動画でもっともらってるでしょ、はいはいはい、文字が2個入ってるやつです、公式なんで、そういった形ですね、じゃあこれやってる模様もちょっとビデオに撮っておくれんよね、そうですね、はい、インチキしないでくださいね、はい、ちょっとだけやって、ちょっとだけやって今から始めますかってね、じゃあビデオに撮られてるらそれはあるよ、ね、その代わりこう2時間ずっと受けてるのノーカットで送ってるからそれ、すいません、なんかだって途中だってこんなことしてたら試験集中できねえじゃん2時間それじゃあ流してください、2時間か、確かにじゃあカメラに監視させてやるかじゃあしょ、ライブで流したらいいじゃないですか、ライブって何が誰が見んだそんなものなんかこれ勉強映像いいよそんなのこっそりビデオ撮ってやります、あとだからまず申し込んでもらわないと12月のトークに、はい、じゃあ申し込み方リンクを送ったのにも知らないそんな、うん、申し込んどいてすごいすごい申し込めないですよ、他人全部個人情報と全部書かなきゃいけない、まあ、うん、いいよ教えるから、いやいやそういうことね、はい、すごいんですよ、もう LINE でもずっとボケてくるんですよ、ね、すごくないですか、いや、だって僕しかそのボケを見る相手がいないのにわざわざボケてくれるんだなと思ってそれにびっくりしました、はい、とりあえずじゃあ12月はとりあえず600点取りますね、
600、やば、それすら分かんないさ、その本当にどれぐらいなのか全く不明なんで、はい、一応海外歴7年、ね、らしいですね自分海外歴7年、うんうん、で、まあ英作文はね、たわしさんと対決して、でも英作文ないでしょ。ないっす、英作文ないっす、はい、耳がね、耳鍛えるのがちょっとね、そう、リスニング力がね。じゃあ目標は900でいいんですか。いや、まあ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 、まあ、900点、はい、やるぞみたいなのやってた。あうっつって900点。すごい。900点がどういったレベルなのか。そうなんですよ、そこが本気の勝負で、はい、やる、ちょっとね、まあまあまあやりましょう。さあ、はい、じゃあ、はい、頑張るぞ。じゃあぜひぜひこれから挑戦して、はい、いただきたいと思います。じゃああれ、時々ちょっと教えてくれるの、いろいろね。ああ、そうです、ね、だからビジョン君もその分かんないっていうのメッセージ来て教えてましたもん、はい、こう分かりましたよ、はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.